はいどうも皆さんこんにちは、イサフトです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はですね、真珠を運よく手に入れることができましたので使ってみた、やっていきたいと思います。ただね、真珠が得意とする、まあ、ストーンキラーとアクアンキラーなんだけど、特に石に関しては土属性吸収とかがほとんどで、もうね、何にも真珠が役に立たなくって、でアクアンキラーで何かって思いついたのが、まあ、ユミールぐらいしかいなくて、いやこれもな、物理だからダメだと思って、まあ仕方なく鉄巨人、今回はねちょっと試運転で行こうかなと思います。一応ね、鉄巨人は土耐性がプラス 50% あるけど、まあ貯める持ちのね、高火力スーパー LB なら関係ないだろうということで、早速ね真珠使ってやっていきたいと思います。やっぱりね、ローブが装備できないことによって結構ステータスは盛りにくい印象を受けましたので、ちょっとね、やっぱローブはね、どうしても水着っていうところがあるからね、しょうがないかもしれないんだけど、ちょっとね装備したかったなと思いました。で、一応今回ね、人に行きたいということなので、アビリティブグ LB、 そして人キラは225という装備構成とアビリティ構成になっております。不滅もね採用しなきゃいけないから、結構カツカツだったかなという印象。そして、ユーナのネックレス使って LB を 50% ビジョンカードは、感情な危険者となっております。じゃあ早速ね、鉄巨人やっていきたいと思います。では行きましょう。はい、じゃあね、鉄巨人6級やっていきましょう。真珠がね、土属性のスーパー LB になりますので、もうパートナーはロカちゃんしかいないと、というかもうロカの LB ムービーを見たいだけにロカを連れてまいりました。早速ね、ちょっとロカのムービー見ていきたいと思います。もうね、もう最高、もうほんと見ていきましょう。はい、ということで今見ていただきましたのが2万円のロカちゃんのムービーとなっております。あのね、僕のパソコンはなんか相性が悪くて、最近のねキャラのムービー見れないから、今度はねちょっとスマホにつなげて、あえてスマホから撮っております。いやー、もう可愛いね。はい、じゃあ攻略やっていきましょう。まずは、あ、そしたらパーティーの装備紹介でやっていこうか。まあ、真珠はね、さっき見せた感じなんだけど、他のキャラはフィナデジは最強精神で組んで、青の波動だけつけている感じになってます。精神約6000あります。続いて、カイホは武器1つと青の波動を採用してます。続いて、ロカ。ロカも武器1つと青の波動。続いてティナ。ティナも武器1つと青の波動と暴風酸性雨になってます。ティナはね、LB のエリア展開のために連れてまいりました。で、まずは暴風酸性雨使って、まあ、敵にね、麻痺もしくは睡眠、その両方を入れていきたいと思います。OK、これであとは真珠のスーパー LB が溜まるまでおとなしくしていただきたいなと思います。で、カイホはディザスター使ってステータスのデバフ。で、一応魔法のダメ化と LB ゲージの回収。アクコーメはね、一旦やることないから、あー、まあ早いな。マインドソナタやっときましょう。OK、とりあえずね、こいつがまた5ターン起きない、まあ起きても最悪多分フィナデジがいるから、まあなんとかなるかなとは思ってます。まあ適当なアビリティを選択していく。ロカはトリプル使って味方の LB ゲージの供給をひたすら行う。カイホは ATB チャージする。フィナデジは、カバウ、そして、セクシーサマー。真珠ちゃんは5ターン目に LB を打つから3、4と貯めるをやりたいので、一旦ここはやることないから適当なアビリティを選択。アクオメは、まあまだいいけど、次から、まあ次のターンから1キラー付与していければなと思います。OK、まだ麻痺入ってるね。で、麻痺と睡眠がまだ入っている。で、真珠はそしたら3、4となりますので、貯めるをやっていきましょう。で、これはね、ファイサリス夏と同じだから6回までとなっております。そしたら3回やっていきましょう。で、ライトはそしたら 90% のデバフは次のターン入れようかなと思いますので、一旦ここはもうステイ、防御していきましょう。で、フィナデジは、ダブル使ってラグーンシェル、そして癒しのさざ波で LB の供給。で、ティナ、LB のエリアを展開していきましょう。そうね、ティナの LB も見ていこうか。めっちゃ久々に見るな。なかなかね、こっちムービー見ないからな。なんかすげえ新鮮。こんな感じだったっけね。ティナの時めっちゃ喋るっていうね。ごめんごめん。もうロカが好きすぎるからさ。で、そしたらアクオメで一キラーを味方全体に付与。さすがに、あ、まだやってるね。そしたらロカも次のターンでスーパー LB が使えるようになりますんで、
どうしようかな、まあ、適当なアビリティだけでいいか。もう LB 供給はみんな間に合ってるから、ティナの LB も展開できたから問題ないでしょ。で敵は、あ、睡眠が解けたね。これちょっとまずいか。90% のデバフを入れる、精神デバフね。麻痺解けそうな気もする。ちょ、ファストフォワードをやっていきましょう。ロカスーパー LB、 土の 45% の威力アップとステータス 300%、 LB の 300% バフをかけていきたいと思います。でフィナデジはダブルのカバウ、そしてマリンウォールで一旦バリアの展開。いや、なんか次麻痺解けそうな気すんな。ティナ防御、アクオメ防御、真珠はまたトリプルで貯めるマジックブーストをやっていきましょう。オッケーオッケーオッケー。さあ、そしたら削り切れるか。一応ね、土耐性、あー、まあ起きるよね。ただめ、うおー、待って待って待って、真珠耐えろよ、真珠耐えろよ。オッケーオッケー、焦った。まあ問題ない問題ない、セーフセーフ。そしたら真珠スーパー LB、 クワールオンスロートをやっていきましょう。土の 125% デバフで、で元々 50% のバフを持ってるんだよね、鉄巨人は。だからマイナスして、まあ 75% の土デバフでどれくらい削れるかっていうところだね。でまあ土の威力アップとか、まあまあ全部ロカがやってくれてるから、魔法の3万のダメージが飛んでいくと。であとはみんな青の波動を大体装備させてますので、青の波動チェインさせて終わりだね。で、アコムはねフレンドさんにお借りしてるので、ちょ、青の波動ついてないので、これでやっていきましょう。さあ、じゃあ真珠ちゃんは6946と。で特定の LB の効果アップは、これは召喚か。で、あとは土の威力アップ1キラーで、 LB の威力アップステータス全部ついてるね。 OKOK、 じゃあ早速やっていきましょう。行くよ。じゃあ真珠を押してから上の子たちだね。結構ね、真珠の発動は普通ぐらい、あ、でもワンパンできるね、すごくね。確かね、35億ぐらい HP あったと思うんだけど。おお、52億か。弱点属性以外で52億出せる真珠、どう？やっぱダメル持ちのスーパー LB は半端ねえな。めちゃくちゃ強いね。ということで、まあ、弱点属性はまあ、まあもともとね 50% だけっていうのもあるけど、それを差し引いてもめちゃくちゃいい火力を持ってるやっぱ子なんじゃないかなと思います。土の単発の魔法フィニッシャーってなかなかいないから、まあ、パッと思いつくのってやっぱフィナソルの裏ぐらいだから、いや結構重宝するキャラクターにはなってくるんじゃないかなと思いますので、まあ本当無料で出たらラッキーで、そこから、まあ、ガチャの開催期間を加味して、まあ、ステップアップ回す回さないを決めていただければいいんじゃないかなと思います。もうダークビジョンやらない方においては必須ではないので、まあそこまで焦って取りに行くキャラでもないかなとは思いますので、皆さんもぜひ、まあ、私だったら、僕だったら真珠はこう使いますとあればコメントしていただければと思います。最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画よろしくお願いします。それではさよなら。